Nordic Rebels Season 3, Skills for the Future. When was the last time you actually checked, you know, these lists telling you what kind of skills you need for the future? So you need creativity, analytical thinking, interdisciplinary knowledge, emotional intelligence, leadership skills, technology skills, skills. The lists, they just go on. But is it really about like ticking the boxes or establishing something long term, something more positive, or something actually that changes in your body? That's what Season 3 is going to be all about. So enjoy the ride. ビオトープという戦略デザインファームの代表をやっています。東京ベースです。普段は未来創造企業のいわゆるイノベーションだったり未来創造の仕事を、しています。特にビジョンを作るということだったり、創造的な文化を作る、あとは実際に新しいビジョンの原型プロトタイプ、アーキタイプとしてのプロトタイプとしての事業、新しい新規事業だったり新規サービスを作るというような仕事をしています。もともと P&G という会社でブランドマネージャー、ブランドマーケティングの仕事をしていました。で、非常にある意味ビジネスマインドで前年比というものをしっかりとクリアをしていくというような頭の人間が実際にはデザインを学び、そこから企業のデザイン、企業のにデザインを使ったイノベーションの方法論を実際にやっていくという中で、ビジネスの世界とデザインの世界をつなげるインターセクションの場で今活動をしています。デザインシンキングは特にこの10年すごい新しいイノベーションを生み出す方法論が、いろんな企業として求められていて、でその中 の方法論としてすごく必要になってきていると思います。で、特にいわゆる企業メーカー系とか、実際にプロダクトを持っている会社がそのプロダクトをユーザー目線、あるユーザーを目線が欲しいプロダクトに合わせて翻訳をしていく、そういう場において、ノンデザイナーもしくはデザイナーが一緒に共同して新しいものを作り上げていく、そのための共同の OS みたいなものとして、認知されているし広がっていっているのが現状じゃないかなと思います。ただ、実際にやってきて感じているのは、いわゆるデザインシンキングで言われているような共感をして、でそこに対して課題設定をして発想して、でプロトタイプをやって検証するというような、いわゆるプロセスを入れていくだけではなかなかそれに対する成果が分かっていかないなというのも感じています。はい、ビジネスマンの性質上どうしてもこれがどういうふうな 誰の役に立つんだろうかという視点を持って考えてしまうので、どうしても客観的に物事を捉えて、で、あるお客さんを設定したらそのお客さんに対しての問題解決の方法を考えるというやり方を取るんですけれども、その中でだんだん自分事ではなくなっていく、自分の主観というものが入らない、ある種魂の入っていないプロダクトだったりサービスってものができてきやすいなというのが、単純にデザイン思考をビジネスの世界に入れていくと起こることかなと思っています。で、そうするとですね、ビジネスマンが例えばビジョン、将来だと最近だとビジョンを描くとか、でそこに対して新しい今までにないサービスを作ろうということを考えるときにも、どうしてもやっぱ魂が入らない、でそうすると誰のものでもないサービスが出来上がってしまうことが多いかなと。で、サービスや企業というものが、社会に対して新しい、エコシステム、実際には価値を作って、その価値で他の人がさらに価値を享受して、でどんどん全体を反映させていくような、そういうエコシステムを作っていく、時代において、他人事のサービスからは基本的に根がないものしか生まれないなというのが、課題意識としてありますね。
まあ、特に私が今デザインシンキングを、まあ、きっかけにしたイノベーション支援でやっているのは、まあ、デザイナー自体がもともと持っている他の人がどういうふうに考えようと自分はこうやったらいいと思うんだよねっていう主観をぶつけるという、まあ、自分自身の意思ですね、こういうものをいかに持ってでそれをぶつけるかっていう、まあ、格闘技みたいな知的な格闘技みたいなものなのかじゃないかと思ってるんですけれども、そういうマインドを、まあ、ノンデザイナーたちが学ぶ必要があるし、そのためには一人一人が実は無意識に持っている自分のビジョンだったりとか、やりたいこと、さらに妄想みたいなものまで、まあ、戻ってでそれを出すという、まあ、当たり前のようにデザイナーがやっているようなことをいかにビジネスマンも同じ土俵に立てるかというのが課題じゃないかなと思っています。はい、まあ、具体的にはアートみたいな方法論なんですけれども、自分の内面をと向き合いながら、まあ、自分のビジョンを明確にして、まあ、そのビジョンを世の中に取り掛けていくというプロセスがいわゆるデザインシンキングをやる前に必要だと思っています。例えば実際に自分の内面妄想ですねを具体的に、絵でキャンバスに表現してみる。で、表現してみたものをいろいろな人にと議論をしながら、あ、自分がやりたかったことって何だったのかな、こういう世界を作りたかったのかなっていう、まあ、ある種の、自分の価値観、真善美って呼ばれるような価値観を明確にするということがすごく効果的だと思っています。で、それを一度発信をするとそれに共感する人々が集まり、で、結果的にはどんどんそれを具体化していきたいっていう、まあ、エネルギー、熱狂とつながってくるので、結果としてイノベーションを具体化するという推進力が生まれていくんじゃないかなと思っています。誰かの課題を、創造的に解決するデザインシンキングはもちろん必要なんですけれども、その前になぜ自分がどういう世界を作りたいのかということをいかにビジュアル化して具体化してそれを世の中に問いかけていけるか、これを、ビジョンドリブンというふうに名前をつけて、この方法論をいかにビジネスの現場で実装できるか、それを通じて根っこのあるすごくパワーの推進力のあるイノベーションを生んでいけるんじゃないかなと思っています。実際に企業とされた取り組みについて教えていただきたいです。例えばこれは日本の、鉄道会社の経営企画の方と実際に中長期的なビジョンを描いたプロジェクトがあるんですけれども、いわゆる多摩川沿いですねにあるこの地域でこれからどういう開発ビジョンをやっていこうかというビジョンデザインのプロジェクトをやりました。で、その際には、まあ、一人一人、まあ、実際にそのプロジェクトに参加しているメンバーが、どういう世界を作りたいかということを考えて、で、その考えて話した内容っていうのをですね、実際には絵に起こしていきました。で、絵に起こしていくことで例えば市民の方だったりとか、あとこの地域に関わっている NPO だったりとか、全然違う、人たちにもこの考えているビジョンというのがどういうものなのか、でそれに対して、まだ見えてないものとしても実際にそれに何を感じるのか、自分は参加したいと思わないのかみたいなことを考えてもらうという機会を作りました。まあ、もともと対象としているのはビジネスマン、いわゆる経営企画ってもともと数字をものすごく見ているまあ、チームなんですけれども、まあ、その内容もありながらも、その前に自分たちが何をしたいかという自分たちのビジョンを明確にしてもらうことによって、いわゆる利益計算がどうなるかっていう話の前に自分たちがそもそも、経済的にうまくいこうがこれをやりたいっていう判断基準を自分たちで作るということを、支援をしました。
で実際にそれをですねウェブサイトという形で、実際にウェブに作るという形で発信をして、でそれを世の中に発信をしながら、実際にそれに興味を持った企業だったり、あとは市民の方と一緒にですね、いくつかのテーマでワークショップをやっています。例えばドローンを使って、多摩川の上にドローンが飛んだ時に、その先にこの地域ではどういう例えば物流のが出てくるだろうとか、物流に限らずこの地域でドローンがあることは移動する、この地域に移動する体験がどうかあるか、そういうことをですね、実際にはドローンの企業と例えば会社にいろんな大きな会社、あとは市民が参加して実際にさらにそれを描いていく、 もちろん描いた絵をもう一段階具体的に解像度を上げて描いていくということをやりました。いわゆるそのビジョンをデザインするって一言で言うと結構難しいように感じると思うんですけど、実際にそのビジョンを具体化するのが難しい一つの理由が、ビジョンっていうのはもともと視覚なんですね。で僕らどうしても言葉で考える習慣がついていて、でそのいきなりなかなか言葉に落ちないという、言葉で落ちてもなんか陳腐なものになってしまうということがあるんですけれども、最初に自分がもやっと思ってるビジョンっていうのはその段階だと言葉になってないものなんですね。なので、自分の視覚刺激をうまく使っていくのがビジョンを具体化する上ではすごく有効です。例えば自分がもともと好きだった世界、自分が一番ワクワクする過去のシーンみたいなものをコラージュというんですけれども、いろんな写真を実際に集めたり、ネット上から拾ってきたものをプリントアウトしてバーッと並べて、自分が好きな、世界をキーワードで例えばと写真でこう描いていくようなコラージュっていうような方法論が例えばあったりとか、あとは僕らどうしても日常でインタビュー考えていくときに、例えば時間がないとかお金がないとかっていう制約をどうしても考えてしまうので、ペアで妄想インタビューって呼ばれるような、例えば3年間100億円お金があったときにあなたは何をしたいですかっていうようなことを人に直接聞かれることで、今まで考えたことなかったことを無理やりその場で ある意味妄想をですね具体的に考えていくということが、できるのも非常に自分が普段はできないと思っていることを広げる意味では有効です。あと何よりいいのは10分ぐらいの時間の範囲でビジョンを絵にしてみる、ビジョンが実現した世界、自分が見ていた社会を絵にしてみるっていうのをスケッチブックにと鉛筆で10分っていう時間制限をつけて描いてみるというのも非常に有効です。やっぱりちゃんとした絵を描かないといけないっていうものがすごくやっぱハードルになるので、10分という短い時間でしか描けないものを描くことで、自分が考えているものをまず出すということをやりやすくなるというのが、実際にワークショップとかをやるときにもこういうようなワークを入れながら一人一人のビジョンっていうのを場に出してもらって、でさらにそれをもとに実際のプロジェクトを進めていく、より具体的にするためにどんなサービスが必要なのかとか、そういうことを議論をしていく流れにつなげるようなことを普段やってます、はい。僕はビジョンドリブンで一つの今の僕らが生きている一枚の世界を描いている絵があるんですけど、そこでは、人に役に立って生きる世界、いわゆる他人モードの世界と呼ばれる、我々は基本的には日常ある意味表層的な世界で生きているんですけれども、ビジョナリーと呼ばれる人、いわゆるイノベーターと呼ばれる人は実はその裏にある本当は世の中こうだったらいいのにって思っているような、ある意味自分だけの世の中に対するフィルターみたいなのを持ちながら生きている人が多いと思うんですね。で、それが彼らは何でできたのかっていうことを考えると、いわゆる世の中で今役に立つっていうものだけじゃなくて、一回世の中が役に立たないとしても自分が何をしたいのかっていう、ある種こう地表に潜ったことがある人っていうのが結果的にはビジョナリーになっているなっていうのを僕は観察してて思ってます。で実際にはこれを、僕はビジョンのアトリエって呼んでるんですけれども、
どうしても役に立つ立って生きるとどうしてもそれに反応しちゃうんで、そういう情報から一旦遮断して、例えば自分 の, キャンあのスケッチブックのキャンバスに向き合いながら、自分自身が何を感じているのか考えているのかっていうことを、起点に、例えば自分自身が妄想するとか、その考えた妄想をより具体的に絵にしていくとか、でそこに対して自分の独自性を、まあ、考えていくようなモチーフを作っていくような、まあ、組み替えみたいなプロセスとか、でそれを誰かに表現をしてみて、表現をすることで他の人から反応をもらって、で自分自身のさらにあのビジョンも具体的に、あのもう一段階具体的にしていくって、こういうようなあの、まあ、ビジョン思考っていうふうに呼んでるんですけれども、こういうようなものを、まあ、自分の日常生活の中で定期的にやるスペースを設ける、でその習慣を作ることで、まあ、普段は現実、生きる現実にも、まあ、ちょっとミクストリアリティじゃないですけど、自分が見たあのこの世の中に自分なりの新しい世界というのをこう付与できる、そういうやり方になるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。